シーハット大村で開かれた県民体育大会の前にスーパーキッズ卓球競技に認定されている24人中、この日参加した11人が一人一人紹介されました。スーパーキッズは大学生や社会人の選手とシングルスで1ゲームマッチを行い、日頃の練習の成果を発揮しました。ミスしないで攻撃できる選手になりたい。サーブで点を取って県で1位になれるように頑張る。大学生を相手に互角の戦いぶりを見せたのは北昇ジュニア所属の松浦市立御厨小5年小舟つぶら選手。6対8で追いかける小舟選手は得意のカットボールなどで3連続ポイント、9対8と逆転します。このあと両者1ポイントずつを上げ、10対9で小舟選手がマッチポイントを迎えます。しかし卓球歴14年の大学生は簡単に勝たせてはくれません。小舟選手はその後3度のマッチポイントを迎えますが、あと一歩及ばず。13対15で敗れはしましたが、すがすがしい笑顔。将来が楽しみなスーパーキッズです。熱戦も終了しました。結果的には勝ちたかったけど、いいプレーができたので良かったです。最後まで諦めないで、ラリーとか遠いところまで取れる選手になりたいです。スーパーキッズ卓球、頑張るぞ！おー！